米大リーグエンゼルスの大谷翔平投手は26日、日本時間27日、本拠地マーリンズ戦に3番 DH で4打数無安打に終わり、チームも26で5連勝を逃した。試合中には、まさかのボールボーイからビンタを受けるシーンも、米次元曲がち場面の動画で脚光を浴びせると、米ファンを勝てなかったけど、少なくともこれ見られた、と和ませている。動画、 目覚ましですね、ムアンダの大谷翔平にボールボーイがビンタした実際の映像気合の一発なのか。26で追いかける9回、ベンチの大谷は旗にいたボールボーイのスティーブ・パルドさんに笑顔を向けると何か声をかけた。すると、パルドさんは両手のひらを擦るように動かす。次の瞬間、左手で大谷の頬をパチリと叩いた。全く勢いのないおふざけのビンタだったが、 大谷は強烈な一撃を食らったようにしかめっ面をしてみせた。和やかな交流の動画を、米カリフォルニア州地元局、バリースポーツウエスト、公式ツイッターが公開。解説を務めたマークグビザ氏は、目覚ましですね、と注目した。実況のパトリック・オニール氏も、スティーブ・パルドですね、有名人になりました。カブト役を務めたりもしています、と紹介。米ファンからも、 勝てなかったけど少なくともこれ見られたと話題を集めている。